里崎チャンネル。じゃ、こんにちは。さて今回のテーマ、はい、はい、前回やったじゃないですか、はい、DH、うん、その続編です。はい、パート2 まだあるんですか？あります。まあね、でも、はい、その野球界もそこからまたね動いてきてて、はい、うん、中日とかね DH 導入反対って言ってますし、はい、うん、あの矢野さんも阪神のねあんまり入れることに賛成してないですよね、はい、その、まあ、その中で、まあ、コメント欄にも多くあったんですけど、はい、一つあの DH を作ることによって、うん、あの野手をもう一人増やせるから、うん、選手もいっぱい使えて、うん、いいっていう、いいんじゃないのかっていう意見が結構あったんですけど、はいはい、残念ながら、はい、DH を導入すると使われる選手の数が減ります。え、なんでですか？え、だって前その、ま、過去の動画でパリーグの方が、ま、今なぜちょっと強いのかって動画出した時に、はあ、DH を使うことによってレギュラーが増えるって佐藤さん言ってませんでした？増えますけど、はい、野手がね1人増えるんで、はい、でも使われる選手が減ります、うん、残念ながら。みんなコメント欄でね、はい、選手がいっぱい使えるようになって、うん、動くから DH があった方が選手が育つって言うんですけど、はいはい、DH を導入したら最後使われる選手の数が減ります。え、待って、使われる選手とレギュラーになる選手っていうのがじゃあ意味が違うってことですか？はい、 DH を入れると、はい、まあ、何が起きるかっていうと、はい、野手が、まあ、セリーグが DH 制を導入するとしたら、はい、ピッチャーが打席に入れないで DH を使うんで、はい、そこに野手が1人増えますね、はい、その代わり、うん、途中から出る選手がほぼいなくなります。ああ、そういうことか。要はピッチャーが打席に入るから、はい、うん、1試合に下手したら 2,3 人代打要員もあるし、はい、それによって守備の入れ替え、うん、あ、ピッチャー8番に入れよう、あ、打線の絡みで4番に入れよう、3番に入れよう、はい、ってなった時に、あ、その選手を引っ込めて、はい、守備こいつを入れようっていう選手が動くんですよ。なるほど。だから DH 制がない方が、はい、選手っていうのは起用数が圧倒的に増えます。そっか。ってことはパリーグよりもセリーグの方が代打っていうのも多いわけですよね。出場機会は明らかにセリーグの選手の方が多いです。あ、確かに。もう、はい、パリーグでキャッチャーが打たなかったり、うん、誰か極めて打たない人がいない限り、うん、下手したら代打とかないんですよ。そうですね、使う必要ないんで。 DH はほぼほぼ最後までいることもありますしね、はい、DH はもう打つやんで、もしあるとしたら勝負どころのダイソー、うん、はい、もしくは守備が著しくダメで守備固めはあるかもわかんないですけど、はい、頻繁に動かない、うん、で守備固め入れても負けてる試合に守備固め出せないんで、はい、打つんで、うん、だ出場機会一気に減るんですよ。これはこの前あの仕事で斉藤和美とか、はい、あの一人とかと一緒に仕事する機会があったんですけど、はい、まあ、あいつはパリーグ出身だからあれですけど、うん、あの話した時に、はい、まあ、一人はね DeNA も行ってるんであれですけど、はい、パリーグの方が圧倒的に使われる選手少ないんですよ、うん、ああ、やっぱそうなんですね。代打がないんですもん。そうですね、全く、うん、そのキャッチャー打てへんから常にキャッチャーのところに代打とかだったらありますけど、はい、うん、はい、セリーグの方が明らかに選手起用多いんですよ。へー、その DH がない代わりに、はいはい、そう考えると、うん、DH にして選手使われる選手が増えるって、うん、それ嘘です。確かに、確かにそうですね。そう思うと選手としては出られる、まあ、数がその一試合に対して多いわけだから、うん、セリーグの方がなんか選手の層というかそのベンチにいる選手の質ってのどんどん上がってきそうな気はしますよね。上がっていかなきゃいけないんですけど、はい、上がってきてないんですよね、うん、だそこを DH のせいにしてたら、はい、多分変わらないんちゃうかっていう思いもあるんですよ、うん、なるほど。だって DH になったら、はい、今まで代打行ってた人、うん、多分代打行かなくなりますよ。打席に立つ機会、はい、圧倒的に減ると思いますよ、うん、だって代打がないんですもん、はい、あるとしたら本当キャッチャーとか、うんうん、もう明らかに打てないやつが出てる時、はい、でもそれは多分そういうやつって流動的に変わると思うんで、うん、そこが回るんですけど、はい、バシーってレギュラー決まったら、うん、ほぼ誰も変わんないですよ。全く動かないレギュラーだけが出てる試合とかもパリーグってありますもんね。だからパリーグで言えば、うん、西武、はい、代打出るの、まあ、強いて言ったら、はい、金子とか、うん、木村とかが出てるところに、ね、終盤チャンスでメヒアとかの今年代打があるかなっていうだけなんですよ、うん、キャッチャーがあれだけ打ってますしね。森に代打する必要もないじゃないですか。で他の選手はもう1番から、はい、あの7番ぐらいまでバシッと打てるやつじゃないですか、うん、はい、だからその代打でがないんですよ、うん、はい、だからアピールの場も選手としては減ってきますよね。少ないです。でしかも代打で行くやつも決まってるんで、はい、こいつしか行かないんですよ、はい、
代打一番では、はい、じゃあ守備固めって言った時に、うん、じゃあ源田とかが変わることないじゃないですか、うん、だからその秋山とか変わらないじゃないですか、うん、だからあるとしたら西武で言うとサードのおかわり君の守備固め、はい、でもこれは勝ってる限定でもう終盤打席が回ってきて回ってこないなっていう8回ぐらいから、うんうんうん、ぐらいですよね。そうですね、栗山が守ってたらそこ守備固めあるかなっていうぐらいで、はい、うん、他はもう変わらないんですよ。本当じゃあパリーグってレギュラーががっちり決まっちゃったチームって本当にレギュラー以外の選手ってアピールの場が少ないですね。全くないです。でも逆にセリーグっていうのは8人中レギュラーがバシッて決まってても、はい、9番のピッチャーのところに絶対代打がいるんで、はい、ベンチにいる人の出場機会っていうのはめちゃくちゃ増えるんですよ、うんうんうん、それによって坂本ですら、はいはい、ジャイアンツでいうと、うん、打線の都合上引っ込めてそこにピッチャー入れてショートを9番ぐらいに入れてとかっていうのもありえるんで、はい、でもパリーグだったらそんなこと絶対ないんで。そうですね。だから今年センター秋山は怪我してもないのに、はいはい、途中で変えて打線の入れ替えとかないんで。ないですよね、はい、守備固めに負ければ代打もなくなって、うん、出場機会パリーグの方が一気に減るんでそこはちょっと間違ってるところあると思うんですよ、うん、うわー確かになんかまた考え方が違いますね、はい、でソフトバンクの層が厚いのは、はい、うん、レギュラーが怪我してバンバンいなくなるんで。あー、なるほど。それで、はい、使ってる人たちが試合やっと出れるようになって、うん、それで力出して結果も残してレギュラー帰ってきました、はい、いなかった時にお勤めご苦労さん、でもあなたすごいねベンチですよ、うん、で代打行きますよ、だからすごいじゃないですか。あ、そうですね。だからあそこソフトバンクも怪我人出なかったら、うん、はい、多分誰も変わんないし、変わんないですね。強いて言ったら下位のところに代打が出るか、うん、はい、まあ、セカンドに川島、牧原とか明石がいて、うん、その左右でその人たちが変わるかだけですよね。うん、まあ、ピッチャーの右左によってちょっと変えようかなとか、はいはい、あのもグラシアル、デスバイに今宮、マッチ、ウッチとか柳田とかはシーズン中変わることないですよね、ほぼないですよね。で強いチームほどパリーグっていうのはだから出場機会が得られないわけですよね。得られない、その主力は怪我しない限りね、うんうん、だから西武の選手とか怪我してないから、はい、ほぼ現代以外、現代今年若干調子悪いというか、はい、怪我とか体の調子悪い時に数試合違う選手出ましたけど、はい、ほぼ変わんないですよね。はい、いやちょっとそう考えると若手にとってはセリーグのその DH 制がない方が自分のためには良くないですか。めちゃくちゃいいです。そうですね、はい、チャンスがあるんで、チャンスの方が多いじゃないですか、はい、パリーグって本当代打もなかなかないんで、はい、弱いチームか打てないやつが多いチームじゃない限り、うん、強いチームでいくことないんで、はい、セリーグは強くても出場機会あるんで、はい、絶対いいですよ若手には。そうですね、はい、自分が野球選手だったらこれ聞いたらあセリーグ入りたいと思いますわ。チャンスは多いですよ、はい、だから一概に DH 作った方が、うんうん、選手がいっぱい使えるからっていうのはちょっと違うと思うんですよ。そうですね、まあどっちにも利点ありますよね、はい、パリーグはレギュラーが一人多いわけじゃないですか。そう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 、でもセリーグは出場機会を得られてチャンスを与えてもらえるっていう、はい、与えてくれるんですよ、はい、うん、だからこれどっちが有利やって僕言えないと思うんですよ。どっちにもどっちのメリットとデメリットがあるんで、はい、わー全く言えないですね、はい、ってなった時に DH 入れたら強くなるやろう、はい、うん、じゃないんちゃうかっていう、はい、DH パート2なんですよ、はい、うわーセリーグの方がなんか層が厚くしやすいんじゃないかと思ってきましたよ。でしょ、はい、出場機会はあるんでね、はい、でそれで育つか育たないかはその選手次第っていうところもあるじゃないですか、うん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 、だったらやっぱりその佐藤さんが前パリーグとセリーグなんでパリーグが強いのかっていう動画過去にあるんですけど、その時に言ってたようにセリーグのピッチャーがもうちょっとバッティングを練習してみるとか、そうやってちょっとしたことでやっぱり変わってくるわけですよね。それがね、はい、言ったじゃないですか、はいはい、ニュースで見ました、はい、ジャイアンツの宮本コーチがピッチャーに150-150指令っていうのを出したらしいですよ。へえ、何ですか150-150。ピッチャーは、はい、だから多分ソフトバンクに負けて、そのソフトバンクのピッチャーが石川とかスワレス、はい、急に出てきたら150キロバンバン投げるから、はい、ピッチャーは150キロ指令、はい、プラス打席で1割5分指令っていう。ほう、なるほど。今年のホモ選手がもう0割台らしいんですよ、はい、だからその打席でもちゃんとしっかりできるようにしようっていうので、うん、150-150指令っていうのを出したっていうニュースが出たんですよね、はい、これですよ。これでだいぶ変わってくるかもしれないですね。このそうです、この意思がセリーグの野球を強くするんですよ、うん、そうですね、1割5分でいいわけですね。いいぞ、あとはバンドとか、うん、進塁打とか、はい、走塁とかをもうちょっとちゃんとすることによって、うん、はい、
そのピッチャーが打席に立つアドバンテージをセリーグが使えるわけじゃないですか、はい、いやこれですよ。いやそうですね、まあ、まあ宮本さんがね、はい、僕の YouTube を見てるわけないと思いますけど、はい、あの言ったことがね、うん、そういうなんか現実で変わっていくのを見ると、はい、やっぱり人間としては嬉しいですよね。そうですね、あやっぱり俺もあながち間違ってなかったのかなとか思ったりね、うん、見てたかもしれないですね。いや何回も言いますけど、はい、影響力あったらやばいっすね。そんなことないですよ。見てるかもしれないじゃないですか。見てるんですかね。でも最近なんかよく YouTube 見てますって業界の方にもよく言われます。お、すごい、はい、ありがたいですね。ありがたいです。だってネットニュースに結構なってるじゃないですか、佐藤さんが言ってること。もう本当にね、はい、もう取材費欲しいですよね。本当。まあでもあれですよ、その記事書いていただいて、あの世間にまた広まって、でその世間の人が、あ佐藤さん YouTube やってるんだって、また見て登録者も増える。そうですね、もう還元いろいろもういい感じで回ってますよ。そうっすか、そうっすかね、はい、そうです、そうです、はい、でもまだ話あるんですよ。 あるんですか、はい、あの終わりそうな感じになってますけど、私もう終わらせようとしてましたよ。あるんですか。あのもう今なんか9回ツアートみたいな感じになってましたけど。いやそうだってタイム結構今いい感じだなと思って。いやいや、あのまだあのパート2のプラスアルファあるんですよ、はい、DH 制じゃない方がいいのが、はい、DH 制って監督で勝ち負けあんまり変わらないんですよ、はい、へー、あそっか、じゃあレギュラーがあんまり変わらないでそのままレギュラーでガンっていくから、はい、だから多分、まあ、僕は監督やったことないんで、うん、まあ分かんないですけど、はい、客観的に見てても DH 制の方の監督の方が簡単だと思うんですよ。その選手起用が楽だからですか。そうです、ピッチャーを次の回回ってくるから変えたいけど、うん、もうちょっと踏ん張ってくれって言って、うん、バンバンって打たれてゲーム終わってしまう可能性もあるし、はい、ピッチャーチャンスで回ってきたら代打だけど、うん、チャンスじゃなかったらそのまま行かせようかなとか、はい、チャンスだったらこの A の選手代打だけど、うん、ランナー出しちゃったら B の選手にしようかなとか、はい、守備の入れ替えどうしようかな、坂本に変えて、うん、入れてこうしようかなっていうのとかも、うん、ノーアウトでバンドしようかな、ワンアウトバンドしようかな、このシチュエーションどうしようかなってすごい頭使うと思うんですよ、はい、だからセリーグの監督さんの方が監督の力量によって試合を勝ち負けかなり大きいと思うんですよ、うん、パリーグに比べると、はい、うん、だそういった意味でもベンチの力量で試合を勝たせることもできるっていう、はい、面白みは DH 性がない方があると思うんですよ。まあそうですね、作戦がぴったりハマった時とかいろいろそういうのがありますよね、はい、なかなかパ・リーグってそういう入れ替えの中での、うん、その押し引きの作戦って DH があるんでなかなかないんで、はい、やっぱりこの選手同士の力と力の戦いっていうのがメインに来るんですけど、うん、セ・リーグの方が緻密で繊細なんで、うん、その監督のタクトの振り具合で何かが変わるっていうこともあるんで、はい、そこも DH 性のないところの面白さでもあり、はい、監督の力量で勝つか負けるかが決まってくる試合が出るっていう味もどうですかねっていう。あ確かに、いやでも前も言ってましたけど、本当にパリーグとセリーグってなんかパリーグは力でセリーグはなんか繊細な緻密な感じがぴったりですね、はい、そうなんですよ、うん、だからそういった時に両方とも力と力の勝負のリーグにするのか、うん、はい、その中で強さを見出すのか、うん、まあね他のチームの監督さんでも反対の方もいたんで、うん、はい、まあ、今後どうなるか分かんないですけど、うん、まあ、そういうのを見ながらね、ファンの人も DH の方が絶対いいよっていうのをね、こうまあ負けちゃったからその流れに乗るんじゃなくて、うん、そういうのも見ながらやっていくと、うん、DH がなくても強い仕方あるよねとかね、うんうん、こうあ宮本さんいい指示出してるよねとかってやって見ていくと、はい、うん、その自分のルールの中で面白いですよね、うん、見てる方もやっぱり違いがあった方がなんかこう楽しみ方が違ってね、面白いです、はい、はい、だからそういうのをね、うん、このオフシーズンにね、はい、みんなで僕が考えましょう、はい、はい、皆さんこの動画見て考えてみてください、はい。